サプライズが僕得意じゃないから武骨に渡しますプレゼントぐらいの感覚で、欲しいっていう感じで。やだ。事前に話の中から欲しいって言ってたものとかじゃなくて、うん、自分が選んだやつで圧倒的な金額をかけて跳ねるものよ、ねね、はい、恥ずかしい、恥ずかしいの、うん、普通にさ、はいどうぞって渡すの恥ずかしいの？いやいやバカじゃないですか、こんなここからはいどうぞバカじゃないよ。でも私の場合はそっちの方が楽です。吉村タイプのリアクション求められるのすっごい苦手なので。あ、これはそうだもんね。いや、もちろん嬉しいものは嬉しいってちゃんとリアクションするけど不安になるんですよ。ちゃんと嬉しいって伝わってるかなっていう。だからこそそんぐらい雑に渡された方がこっちも気楽に開けれるというか。そうそうそう。